さあ、2425、プレミアリーグじゃんいや2425、アーサルが始まるぞ、みんな。やっとよ。ほんとにもう見たくて見たくて仕方なかったんだから。まあ今日はね、なんかちょっともう、一席周りでね、いろいろ、まあ話すこともあるんで、えー、試合見ながらね、ちょっと、まあ語らなきゃいけないところをちょっと語っていこうかな、っていうふうに思っておりますけど、ども。いや来たね上がってるか、みんな。 俺はめっちゃ上がってるよ。今日はそうです。結果関係なく PK やるらしいっすね。90分経ったらもう PK 練習やろうと。ということで、<laughs> PK まで見れます。はい。スタメンはですね、キーパーカール・ハイン。はい、右からティンバー・ホワイト。<ー>ヘブン・スケリー。ボランチ・パーティー。サラー。 ヌアネリ。サラーいんの右ファビオ・ビエラ、左リース・ネルソー、ワントップ、AD ・エイエンケティアの夫人でございます。おー。はい。まあまあまあ。サラーくん<構>俺マジあんま知らないんだよ。サラーいるんだ。21歳。結構、えー、結構結構サラーくんがいて。で、ティンバーは、右ですね。そして、まあ注目はやっぱりイーサンヌアネリ。ヌアネリいんのヌアネリいます、もう。<ー>巨人。巨人ヌアネリ。 巨人巨人。小さな巨人。<laughs> 小さな巨人、ね、小さな巨人、グアネリ。お、かっこいいですね、ユニフォーム、やっぱ。場所どこですか、これはアメリカの。ノースカロライナと見たね。ノースカロライナとでやりますかね、ー <laughs> <laughs> 相手ボーマスなんよな。普通にソランケとかいるんよ。<laughs> <laughs> ソランケとか、ボーマスはそこそこに、スコットとか。あまあ、いるって感じかそう,そうそうそう、いるんですよね。 ほら、セネシとか、ーアーロンズとか、サバルニ,ーバルニー、ケルケズ、ネト、<う>スコット、クック、ガチじゃん <laughs> ガチじゃん、これ。ガチじゃん、こいつら。あ、そうですか。ボーマスはね、レクサムとこの前試合してましたね。1対1のドローゲームだったと。え、ボーマスガチだな。ボーマスでイラオラでこのメンバー出されたらちょっと持ってかれるんだよな。<laughs> いや、いいでしょうやっぱね、<ー>ぬるい相手で試合してもね、仕方がない、やっぱり。 マジプレシーズン強いから気をつけた方がいいぞ。何言ってるんすかアーサルがいつ最後に負けたと思いますプレミアのチーム相手に。わかんないです。ビラ戦ですよ。何を言うとるんすかだから俺、配信ではしばらく、プレミアリーグの相手に負けてないのよ。本当に。配信ではな。配信で最後に負けたのあれじゃないマジフラブとかじゃない フラムとかじゃない、えー、もう12月とか、1月とか。そう。そんぐらいを、1月ぐらい以降負けてないんですから、僕は。<laughs> 配信でプレミアリーグ。一応配信ではね、バイルに負けましたけど。まあね。まああれはね。あれは違うし。レギュレーション違うし。<laughs> あれおおうまーいビッグプレイヤービッグプレイヤー <laughs> うまーいやっぱファビオビー ううめえなああうめな今のはうめえ。<laughs> 冷静なボレーを叩き込んでいきました。おー、なんか、これ、結構こういうの上手だよね。ファビオ・ビーラーはね。いやー、ということで、えー、2425。プレシーズン初ゴールってなあるかもしれないけど、試合を見れる状況でのプレシーズン初ゴールはファビオ・ビーラーのこのボレー。つか、ネルソンもいい突破だったね。なんか、あの、結構、なんか2年、ね、二シーズン前かな。 なんか、ファビオ・ビエイラって、いろいろれてるけど、なんか、出たら絶対スコアに関与するよねで有名でしたよね。こう出したっけ、こうこういう時は、やっぱ、アピールいいぞ、ビエイラ俺はもうほんとビエイラを諦めたくない。つか誰も諦めたいと思うんですけども。さあ、ということで、えー、ゼアレシでございます。いかがでしたか皆さん、ちょっと感想を希望、ね、キボンヌ。休みなんて途中から見たんですけど、ざっくり総括お願いしたいです。ファビオ・ビエイラが防霊を決めました。ソランケがすごいいいシュート。これを、 ハールヘインくんがスーパーセーブ。1対0。後半へ。まあ、個人のところじゃないですか注目するのであれば。個人のところで言うと、なんかヌアネリはまあ、なんかそのヌアネリらしさのあるドリブルとかパスの精度の高さ。あのドリブルやりながらパス精度100%なんで、まあ、言うてそんな本数はないけれどもね。ただまあ、あ,あ才能はあるんだろうな。ただもっとアグレッシブなシーンで見たいなっていうところはありました。ホワイトは大人ですね。一番大人。あるじゃあ目立ってない。 ああ、もう、もう、もう、俺はもういいから、俺はもうスタメンだから、もうお前らで遊んでこい、やってこい、やってこい。アピールしろって、俺はいいからという、まあ本当に完全に、あの、体育の授業のサッカー部でした。はい。おかげわけであんま記憶がありません。で、えー、ティンバーは、えー、まあ本当に、なんでしょうね、あの、ドリブルとか、普通に体重とかも悪くなかったんじゃないかな。ただ普通にティンバーが CB で出るんだっていうところの中から、 あの、謎のドリブルでファイナルサードまで運ぶっていうようなプレイも披露して、じゃあ、ティンバーはセンターバックでいいのでしょうかっていうような状況でございます。はい。あと注目したいのは、パーティーくんですね。まあ、ちょっと合わないところはあります。多々ありますけれども、あの、怪我しておりませんこれだけでマオブザマッチ。怪我して、トワーバディーが、えー、ニコニコサッカーをしています。エディーは、まあ僕は、 よくも悪くもエディだなっていう。こういう試合なんか1点ぐらい取りそうだけど、うん、上手いとこは上手いけど、なんかやりきれないところが、うん、個人的にはいつものエディだなって感じです。はい。そうなんですよ、ボーマスも結構ガチガチなんですよ。ただやっぱりね、ボーマスのこのユニがちょっとまばゆいと、そこに皆さん注目してあげてください。結構まばゆいわけでございます。ああ、そうそうそう、じゃちょっとなんか、そういえばなんで、ハーフタイムショー、 そうなんですよ。僕、ついに、富買ったんですよ。富康。まあ、なんで動画にせずに富康を買うのかって感じなんですけど、なんか、なんかさらっと富康買いましたね、僕は。はい。まあ、特に理由はね、なんか、持ってないのはあれだなと思ったんで、 まあ、とりあえず、富康は買っとこうかってことで、やっと買いました。あー、さらの富でございます。2425は。はい。ついに、マジでちゃっかり、ちゃっかり買いました。ちゃっかり富に買いました、なんか。でか、今更、あ、親友に買いました動画あるじゃないですか。あれでさ、何番買ったの富安ですって言われても、なんか今更買いみたいなところがあるなって思ってて、逆に買いづらかったんですよ。え、お前それ買ったのとかもない感じでね。まあもう トミーでございます。もう,満う、満を持そう、を持した感も過ぎちゃったんで、完全に買うタイミング失かったんで、失ったんで、あ,あもう、もう、じゃもう、さらっと買おうということで。はい、2425は、トミーでやらせていただきます。よろしくお願いします。まあ、言うても、いっぱい買うんだけどね、今年も。<laughs> 今期ラスユニ、いやいや、何言ってんすか、トミーはさ、まだ、サンド咲くからか。カラフィオリのセカンドも買うん。あのさ、セカンドユニーさ、まあ、このユニーですけどさ、 でも正直2択なんですよね。もう。2択なんですよ。ジョルジかカラフィなんですよ。やっぱなんからイタリアっぽいじゃん。赤と緑と。あってなんか俺は。普通にカラフィよりジョルジにはどっち欲しいかなって感じなんだよな。すげえ似合いそう。なんかその2名。サードをどうするかなんだよな。 サードがね、色合いがまじ可愛くて、僕の、なんかリークで行くんだったら今季の一押しなんで。やめろ<ー> <laughs> <laughs> 若さが出る。ああ <laughs> 珍しい入り方。<laughs> レキクー。<laughs> ちょっとやりすぎてやりすぎたね。<laughs> まあ、PR の場なんでね。 ね、PR の賭けに負けましたねちょっとそれはな <laughs> ちょっといいとこ見せようとしちゃいすぎたがしっかりこのあとだどだどにってったでもねウーではねでこういうのも優しいからどんまいどんまい、うん、次は次ほど沼ねりは厳しい <laughs> なんで,なんで沼ねりこの店したらお前多分もうサッカー向いてないよみたいな 地の底まで落ちるさまの。厳しく育てるタイプなんで。<laughs> そしてアスだろ、出ていくと。<laughs> <laughs> それはただのいじ,めじゃないですか <laughs> うまいんですよね、ちゃんと。はい。ただやっぱ、中でも飛び抜けて、あ、終わりましたか。あ、終わり試合終了ですね。1対1、さあ、勝負 PK 戦へと。<laughs> あ明日はちょっと編集戻りますね。いっらっしゃ、ねはいませ。なんか明確にうめえなって思ったのは腕だけでした。 ぬわデリはイーサンぬわデリはねー。ちょっと飛ばすか見てみるか。どうなったんだろう。さあ一人目の結果はさあ、アーサル。やっぱね、この PK だけはね、どんな状況でもね、決めなきゃいけないんですよ。あれハインくんがキープやってますな。俺のおごり牛角だったら2名までならプレゼントしていいよ、ほ本当に。抽選で当たった2名までなら。一緒に最寄りの牛角で。 サッカートークをしようっていう。配信じゃ絶対話せない裏トークを聞きながら、俺の金で薬肉を食える件を2名までだったらプレゼントし、フォローリツイートで2名に当たります。ただし、断コ持ちは拒否です。はい。そこだけは、ちょっとご容赦、いただきたい,いですけど。<laughs> 全面、でわ、上で結構、ストライド撮るで、さあ、 わ、うまい。うん。やっぱこういうところで、ちゃんとうまいやつを見極めるのが大事なわけでございます。はい。いえや。まずは、まあ、まあ、そりゃそうやんか、マジで。誰が好きで弾根に怒らなきゃいけないんだと。そ、そぎ落とすとしたら、まあ、まあ、頑張りを、表して、まあ、単一枚、プレゼント。 それを応じて、だからだね。あと死ぬほど弾痕でかいやつにも怒ってあげようかな、逆に。おーさあ、勝てるぞ、範囲。うんそう。俺に見せなきゃいけないから、そういう作業がありますから。さあ、次キッカー誰ですかあら、おジンチェンコいや、いけるか、ジンチェンコいや、でもいけそうだな。ジンチェンコ、やっぱ足元てイいやつはね、PK 大抵うめえのよ。ほら、うん。 なんで PK 見ながら断コンの話しなきゃいけないんだよ、こっちはよ。<laughs> なんでこんな切り抜かしそうなところでそん <laughs> そうなんだよ、もうやめようやめようやべえ。バンスされちゃうわ。おお。ー。あ、うまいですね。あ、終わりですね。あ。勝利ウィナー